皆様お待たせいたしました。時刻15時30分になりました。お待たせしました。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや素晴らしいですね、ここからですね、このお正月にぴったりなイベントをね。思わなかったですね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ということで、ここから箱根駅伝100回、そして三越創業350周年スペシャルトークショーを開催いたします。よろしくお願いします。皆様こちら、皆さん大きな拍手でお願いいたします。日本橋三越中央ホールようこそお集まりいただきました。本日のイベントを司会進行を務めさせていただきます、岡田匠と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日ですね、一緒にイベントを進行していただくのが企画をしていただいたタゴさんです。よろしくお願いします。はい、タゴでございます。どうぞよろしくお願いいたします。タゴさんはこちらの三越さんの社員でいらっしゃって。はい、三越の従業員でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なぜタゴさん、こういったイベント、はい、スペシャルトークショーというのがね開催されたのかというのはちょっと経緯をお伺いしたいんですけども。はい、そうですね、お客様もご存知の方多いかと思うんですけれども、実は三越の建物の前がですね、箱根駅伝のコースであるということはまずあります。はい、実はこれは、第75回大会から、コースの変更に伴って、約25年間毎年ですね、三越の前は観客の皆様で多くあふれかえっているという状況が続いておりました。はい、しかしながらですね、三越と何か箱根駅伝が協業して何かイベントことができたかというと、今までできていなかったということがありまして、今回ですね、箱根駅伝も100回大会記念、そして、日本橋三越も多くのお客様に支えられまして350周年という節目を迎えましたので、今回特別にですね、このような場を設けさせていただきました。ありがとうございます。はい、そしてそれを企画をしたというこのタゴさんが社員でいらっしゃるんですけど、箱根駅伝を何回ですか？はい、恐縮ながら2回経験させていただきました。2回経験しているという箱根ランナーなんですね。ありがとうございます。はい、今小声で皆さんありがとうございます。すごいって聞こえましたね。ありがとうございます。そう、山下りの6区を走られているということで、はい、この後ね、スペシャルトークショーの中でもその経験のお話などもいろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、という流れがあって今日このイベントが開催されることになったということで、はい、皆さんお待ちかねのですね、素敵なゲストを早速お呼びしたいと思います。はい、皆様にね、ご登壇いただきたいと思います。皆様それぞれの角度で学生時代に箱根駅伝に関わられてた皆様でございます。皆様ご登壇お願いいたします。お願いします。どうぞ拍手でお迎えください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。それではですね、テーブルにあるマイクを取っていただきまして、ちょっと私の方から簡単に ご紹介をさせていただきますので、一声ご挨拶頂戴できればと思っております。まずは真ん中にご登場いただきましたのは俳優和田雅人さんです。よろしくお願いします。皆さん明けましておめでとうございます。和田雅人です。よろしくお願いします。はい、大学の学生時代は日本大学そして陸上競技部で箱根駅伝を走られているということで、さっきまで NHK ラジオでゲストコメンテーターをやっておりました、ね、もう NHK のラジオ今日聞いてきたっていう方いらっしゃいませんか？終わってすぐタクシー乗って飛び出して今、ね、さっき着きました。ありがとうございます。はい、14時半に放送終わって、そうです ね、はいはい、すいませんお忙しいところ。いやでもね、もうこの箱根、ね、皆さん見てらしたんですよね、沿道でね。あ、そのもうありがとうございます。その現地の熱をもうすぐに浴びたいなと思って、はい、皆さんからね、確かに箱根愛がいっぱい伝わってますよ。今出てますね。はい、今日ちょっと聞いてみましょう。今日沿道で見てたっていう方は、おお、すごい豪快、すごい、ありがとうございます。そしてね、大学卒業後も実業団に入られて、はいはい、その後俳優の道を志されて、そうですね、今はね映画ドラマ、はい、舞台などでご活躍されているという和田雅人さんでございます。よろしくお願いいたします。そしてお隣プロランナー神野大地さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。はい、青山学院大学出身ということで、3年生の時には箱根駅伝往路5区で区間新記録、そしてね3代目山の神というふうに言われて皆さんの記憶にも新しいかと思います。そして2018年にプロに転向、2019年アジア選手権マラソンで優勝を果たすアジアチャンピオンでもいらっしゃいます。そしてね、現在は市民ランニングのクラブも運営されているという、ご指導もされているという神野大地さんでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日神野さんは箱根駅伝はどちらで？僕は自宅の方で、
はい、見てました。あ、もう今日あの皆さんもいろいろ聞きたいことあると思いますんで、そのご自宅で見てたその感想とかも後ほど教えてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、最後のお一人方ですね、陸上系 YouTuber TKD プロジェクトの YOSHIKI さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん刻んでいこうぜということで、よろしくお願いします。よかった、日本橋三越だからやらないかと思ってました。やってくれるんですね。はい、あのあと3回ぐらい言います。 ありがとうございます。はい、あの中学高校と中距離をご経験されまして、大学は同じ高校の先輩でもいらっしゃる二代目山の神柏原隆二さんのいらっしゃる東洋大学に進学をされて、まあ、在学中に箱根駅伝の総合優勝2度経験されるというね、ご経験があるということで、ご自身現役時代の時はちょっと怪我に苦しむも駅伝の主務として大会をサポートされていたというご経験を持つ YOSHIKI さんでございます。現在はランニング業界を盛り上げているということで、登録者数が 10.8 万人ですか、いらっしゃるという、はい、すごいですね、大人気 YouTuber でございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして改めて三越伊勢丹の田子さんでございます。はい、よろしくお願いいたします。2012年、2014年と2度箱根駅伝を経験されているということで、田子さんは大学は、はい、私は法政大学の出身でございます。はい、4年生の時にキャプテンを務められたという田子さんでございます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではお席についていただきまして、はい、ここからですね、ちょっといろんなお話を伺っていこうと思います。あの会の最後にですね、皆さんとお写真を撮っていただいたり、皆さんからあのご登壇の皆さんお写真撮っていただくというそんなタイミングもありますので、ぜひですねそのタイミングまでちょっとカメラスタンバイ待っていただければと思います。さあ早速なんですが、まずはあ、めくりいっちゃいましょうか。めくりめくり、すごいあの和風でしょ、あのスライドとかをご用意 しようかと思っていたんですけど、落語のようにですね、これの方がなんかお正月っぽくていいじゃないですか。ありがとうございます、ね、はい、なんか風情があってペラリ行っちゃいます。はい、こちらドドン、2024年箱根駅伝の振り返りいきたいと思います。いや、これ皆さんが気になってるところだと思うんですが、100回というね記念の大会、今たくさん皆さんが現地でも見られてきましたという話でございましたが、早速どんな感想をお持ちなのか、生放送終わりの和田さん、ちょっとどうですか。はい、まあ今年はね、まあ駒澤大学、はい、最強チームだって言われてましたから、うん、まあ駒澤大学一強、うん、で原監督もね、青山学院大学のもう今年は2位だっていうふうにご自身でおっしゃってましたから、もう本当にもう駒澤が1区から独走する、まあこういう言い方なんですけど、今年ちょっとつまんない箱根駅伝だなっていうふうに思ってたら、ただご存知の通りね、昨日の往路でね、3区太田選手があの佐藤圭太選手をね、はい、大逆転して、うん、だから駒澤大学は今年出雲駅伝、全日本大学駅伝とずっと1区からトップで走ってますから、うん、初めてこの箱根駅伝の3区で相手チームの背中を見たことになったんですよ。そう、だから本当にちょっとね、衝撃的な、うん、もうまさに100回大会にふさわしい、もう名勝負が見れた箱根駅伝だったなっていう、もうありがとうございましたっていう。いや、もうね、今箱根駅伝には箱根駅伝ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、皆さんも楽しませていただいて、はい、でも本当にもう生放送で今日、昨日今日で何時間生放送されたんですか。6時から12時間とか、それぐらいですか。12時間生放送してるのにこれだけまだ熱量あるって話題もすごいですよね。なんかね、収まってないんですよね。収まってない。あとお気づきかもしれないですけど、若干僕声でかいですよね、はい、出ちゃってんすよ、やっぱりずっと喋ってましたから、はい、ねえ、その熱ちょっとここで思いっきり出していってください、はいはい、大丈夫ですか。僕なんかちょっと浮いてません、大丈夫ですか。でも皆さんもそれぐらいね、ちょっと箱根駅伝の熱量高まってますよね。ですよね。間違いないですね、ありがとうございます。いや、そして母校が見事優勝という結果になりました。神野さん、はい、どうですか。僕もあの母校の応援はもちろんあのしてます。ただあの今年の優勝っていうのは正直全く予想もしてなくて、うん、まあ、だから予想もしないことがやっぱり起こるってことで、改めて箱根駅伝って、まあ、最高だなっていうのをあの感じました。どうですか、往路復路と中でご自身の中でめちゃくちゃ興奮したポイントとか。まあそうですね、やっぱ和田さんも言いましたけど、駒澤が昨年の箱根駅伝の4区で先頭に立ったところから出雲駅伝、全日本と一度もこうトップ譲ってないのがずっと続いてて、まあ、1区で篠原選手、駒澤大学が区間賞を取って、はい、まあ、やっぱりこう駒澤が3冠に向けていいスタートを切ってこのまま行っちゃうなっていう感じだったんですけど、うん、まあ
青学やっぱ優勝できた理由っていうのは最後までこう勝ちへの執念をやっぱ捨ててなかったなっていうのはすごく感じました。まあ、同じやっぱりこう人間なんで、大谷選手も WBC の時に憧れていてはダメだと、ふうに言ってましたけど、本当にこう最後まで勝てるっていうのを信じ切った結果だったかなというふうに思います。僕神野君とは、はい、まあ、年に1回ぐらいなんかね、お仕事とかで、はい、一緒に、はい、よく会うことあるんですけど、彼が青学今年ダメですって言ったら優勝するんですよ、うん、で今年青学いいですって言ったら優勝逃すんですよ。で今年ずっとダメだって言ってたんで、青学くんじゃねえのって思ってた。本当に優勝しちゃったから。いや本当になんかこれ難しいんですよ、はい、難しいよね。難しいんですよ。難しいんだけど、はい、もう綺麗に真逆いきますから。あら、だから来年神野くんが年末どっちが勝つかなっていうところで、うん、青学じゃないって言ったら青学優勝しますから。僕ね結構予想外しちゃうんですよちなみに今回も、はい、中央駒沢青学にしてたんですよ、はい、へー、そうなんですか、はい、でまあ12月初旬に青学もちょっとインフルエンザ流行ったっていうのも、うん、まあ聞いてたのも聞いてたので、うんうん、情報がいっぱい入ってくるからね、はい、そっか。でまあ、一時は本当に、まあ、シード権もどうなんだろうっていう、うん、はい、まあ、5、6番もあるんじゃないみたいな風に話してたぐらいだったんで、やっぱこう、うん、まあ、原監督の力もそうですし、うん、まあ、青学の箱根駅伝力みたいなのを今回すごく感じました。あと駅伝に絶対はないんだなって思いましたね。思いましたね、はい。すみません、もうエンディングみたいなまとめちゃって、はい、いや絶対はないですよね。全然まとめるつもりありませんけど、もっと熱くね、はい、いきたいと思いますけど、神野大地さんが予想がはず、それで占ってたんですね、和田さんはね。そうなんですよ、ありがとうございます、ね、吉木さんいかがですか。はい、ちょっといいですか、はい、ラジオやってきて、はい、でニューイヤーで解説してきて、そうなんですよ。でこの後に僕喋るって結構地獄だなと思ってて。おしゃべり得意でしょ。でもいやいやいや、ね、YouTube やってんだから人も多いし、この2人の後ってめっちゃ緊張するんですよっていうので皆さん今日はよろしくお願いします。なんでハードル下げるところから始まってんの。はい、僕もですね、そうですね、今2人から大体出ちゃったんで、はい、あんま言うことないんですけども。じゃあいいか。いや、じゃあ言わせてください、はいはいはい、言わせてください。やっぱり駒澤が今回ちょっと負けたと思うんですけども、うん、なんか力と力どっちもこう出し切った上での戦いが見れたなっていうので、めちゃくちゃ見応えがあった大会だったなって思ってます。おお、見応えね。忘れちゃいけないのが、はい、東洋大学の4位、うん、いや素晴らしかったですね。これは本当に嬉しかったです。本当に母校の活躍、はい、そうなんですよ。正直俺は東洋を今年シード逃すんじゃないかなって思ってたんですよ、はいはい、僕もそう思ってました。僕も思ってました、はい、おい、はい、だからいやさすがね、はい、東洋大学だなって、ね、久しぶりにちょっとこう震えたというか、うん、東洋大学がテレビに映らなくなりだしたあたりで、はい、あ、これ来るんじゃねえかと思ってて、僕はそれをメディアブラインドアタックって言ってるんですけども、東洋大学が映らなくなると気づいたら順位がこう上がっていくっていう、はい、ここ、はい、数年あるんですけども、今年もそれが見れてちょっとこうワクワクしました。これ5、はい、6番を走ってると、うんうん、テレビって全然映んないですよ。あ、そうなんですね。僕が2年生の時も、はい、青学って5番だったんですけど、うんうん、ほとんど映らなかったです。だから優勝争いもしくは3番以内か、はい、シード争いがやっぱ映っちゃうっていう。あ、はい、僕4年の時の箱根駅伝、はい、まあ、ほとんど中継車来ないんですよ、うん、これまでずっと経験的に、はい、したら急にね中継車来て、はい、お、なんだろうっつって、俺のこと注目してくれてんのかなと思ったら、うん、シード争いしてました。なるほどしっかりシード争いしてました、はい、そういうことだ。その辺がまあテレビ的には一番おいしいところになるからね。そうですね。だから法政大学も、うん、全く映ってなかったです。そうですね。田子さんどうですか、法政振り返ってみて。はい、はい、私はまあ母校の話をさせていただくと、はい、今年はですね5位を目標してたんですね、うん、でもう一歩、あともう一歩のところで6位だったんですね。そうですね。ただですね、私が在学してた時は出れるか出れないかのレベルだったので、うん、まあこの数年で坪田監督がまあチーム力を上げてまあ着実に成長してきてるなと。あとですね、ちょっとこれは話いいことかわからないですけど、まあ若い選手がですね、はい、ちょっと残念なことに天国に旅立つというね、うん、そのストーリーはね、放送でもおっしゃってましたね。なんかまあ精神論じゃないですけど、スポーツとはいえやっぱり思いも
つながってるんだなということは今回の母校の走りを見てすごく痛感させていただきましたね、うん、はい、最後ねアンカーの選手がね本当にもうダッシュ で、はい、もう短距離かのようなね、うん、ダッシュでこう国学院の選手と、ね、最後までねダッシュして、はい、駆け抜けていきましたよ ね、ああいうのは本当にいいなと思いますよ ね、はい、ね、そのフィニッシュ地点もすごい印象的っていうところはね、はい、ありましたけど、まあ、その100回記念大会っていう中でやっぱりいろんなドラマがあってもそれぞれ印象的なところもあったと思うんですけれども、どうですかその他校の流れというかいろんな選手がいた中で和田さんとかこう印象的だったなこの瞬間とかって思ってる部分ってありますか？自分が走ったところでってことですか、それともこれまで見てきた箱根駅伝の中で、今日の100回で、今日の100回で、100回で、今日の100回はそうですね、あ、でもまあいろいろ名場面はたくさんあったんですけど、はい、今朝の芦ノ湖の一斉スタート見ました？16チームが芦ノ湖から一斉にスタートするんですよ、うん、なかなかない、僕らの箱根駅伝走ってた時代って、はい、出場チームが15校なんですよ、うん、もうだから本当にここ芦ノ湖ですかみたいな、大手町じゃないですかって言うぐらいの数が一斉にスタートしたのは、うん、あれはもうね、うん、見応えありましたね、なかなか見れることじゃないから、あれも本当日本テレビさんが多分めちゃくちゃ大変ですよ、大変だよね、あの集計とかが、ね、はい、そうですよね、ラジオの方でもね、もう今シード権がどうなってるのかみんなね、もうテンパってました、タイム実際誰がトップなんですかみたいな、そうそう、うん、なっちゃいますよね、うんうん、でもその辺シュムは集計してたんですよね、そうです、僕東洋大学のマネージャーのシュムをやっていたんですけども、はい、やっぱりタイムの集計がめちゃくちゃ大変で、それがやっぱ16チームなんか見えないところであれ戦ってたじゃないですか、うん、見えないタイムで、あれ本当にメディアの方相当大変だったと思います、ね、はい、そうですよね、はい、そっちに頭がいっちゃうっていう、うん、しかも実際に見てる我々もでこれ実際どこが今シード権残ってるんだっけって全然分かんなくなっちゃうっていうのはねありますよ ね、 そうですね、今日も中央大学が、5位で走ってたんですけど、うん、実際は10位になんか表記されてて、あ、これ大変だなって思いながら見てました、ね、一斉スタートならではっていうところでね、はいはい、どうですかそういう意味だと田子さんは現役時代6区、はい、その6区で要は山下りを経験されてたわけですけど、そうですね、はい、16名の一斉スタート見てどうでしたか？そうですね、もう計算できないので、はい、とにかくもう目の前の選手を食うという、まあ、もうその思いですね、目の前の選手を食うっていうね、で自慢じゃないですけど、はい、往路11位で私の走った6区で9位に上がったというね、まあ、ごめんなさい大した結果ではないんですけど、いや、まあ、素晴らしいです、立派です、僕が言うのもなんですけど、箱根駅伝出れるだけですごいんですから本当にありがとうございますそうですよね、というか本当に箱根駅伝皆さんご出場で、ね、されてここにいらっしゃるわけで、僕だけ走ってないんでちょっと気まずいんでやめてもらっていいですか？あ、いえいえ優勝チームにいたわけですから、そうですよ、そうです、そうです、シムは後ろ の監督車の車に乗るんですよ、で監督車も乗ってたってことですよね、僕だけちょっと別な仕事しました、乗ってないんですよ乗ってたんじゃないんかい、ちょっとどうしても当時僕の同期の今井典久っていう選手がちょっとマニアックな話になって申し訳ないんですけど、はい、どうしても付き添ってくれっていう話で、あ、よしきに付き添ってほしいと、はい、はあ、そうですね、それでちょっと8区の付き添いをやってました、趣味なんですけども、俺だったら断ってでも監督車乗りたいけどな、はい、そうですよね、はい、なかなか見れない景色ということで、でもね、その第100回という中で皆さんが今日たくさん見てきて、その熱量をこうやってね、皆様にお話聞けるっていうのはまた貴重な機会でございまして、素晴らしい結果、駅伝ね、どんな展開が起きるか分かんないなっていう面白さがやっぱり詰まってましたね、はいはい、そしてこれだけやっぱり注目がされる箱根駅伝という日本で一番のスポーツイベントなのかなって思ったんですけど、和田さんどうですか？まあでも本当にね、たまにね、こうちょっとこういうイベントなんかやりますけど、はい、こんな人垣になって上からもこうやって見てらっしゃる、こんなに人が集まってこうトークするなんて最近なかったですから、確かにこれこそもう箱根駅伝の力ですよ、力ですよね、本当に皆さんが集まってくれたのもその力ですよね、本当に、まあね、上も人いらっしゃいますもんね、上にもねたくさんいらっしゃって、そう、特にね、ね、
去年までコロナ禍で沿道の応援が規制されてましたからね、今年やっと沿道で見れたって方も多分たくさんいらっしゃると思いますんで、今やっぱ皆さんの声って選手に届いてるんですって。で本当にやっぱ皆さんこういてくださるからこう頑張れたっていう人もたくさんいたので、本当に沿道の皆さんの力っていうのはね、本当後押しになりますよね。大きいですね。どうですか、神野さんは100回っていう節目今回迎えられて、はい、ご自身が走った時とこう比べてみたりとかして何か思うことってありますか？まあ、やっぱりこう箱根駅伝の人気ってやっぱすごくて、僕も当時初優勝した時とかはSNS のフォロワーとかも走る前と後でいきなり3万人増えたりとかするんですよ。で多分こんなこう影響力のあるスポーツイベントってないと思うんですよ。どんだけこうテレビに出ようが、多分そんないきなり1時間ちょっとでそういうことってないんで、まあ、改めてこうすごく皆さんに注目されてくれてる大会だなっていうのを感じますし、こう僕ら選手側も、まあ、他にもいろんな大会ありますけど、箱根駅伝のためにやっぱ1年間みんな努力するんですよ。で努力して、まあ、報われない大会とかもあると思うんですよ。すごく頑張ったけど、こう活躍したのにあんまりこう注目されなかったなとかありますけど、箱根駅伝は本当に1年間努力したらそれがこう報われる大会だなっていうのは選手自体すごく感じましたね。なるほどね。そうですよね。まさにその箱根というところに青学がどれだけ調整をしてきて、ここで本当に素晴らしい調整を見せて成果を出してくれたっていうのをね、感じることができたね、100回だと思いました。どうですか、吉木さんはその100回っていう節目、今年なんか思うこととかありましたか？そうですね、やっぱり毎年盛り上がりすごいなっては思うんですけれども、まあ、ここ近年コロナでちょっとこう盛り上がりがこう難しいところもあったんですけれども、やっぱり今回の盛り上がり見てすごいいいなって感じましたし、その神野くん その箱根の影響じゃないですけど、僕も当時、箱根駅伝にちょっとマネージャーの姿で確か10秒ぐらい映ったんですよ。お10秒映っただけで、ツイッターのフォロワーが1000人増えました。10秒で？はい。すごいですね。次の日ツイッター開いたら1000人みたいな。すごいですね。はい、僕今日この2日間で、僕今日多分1200人ぐらい増えてます。マジですか？僕出てないのに。出てないけど、はい、まあ、でもいろんなところで発信されてますもんね。まあそうですね。はい、全然増えてないんですか？なんだこの三段落ち。そうなんですか。多分正確な数は見てないけど、12時間もお話しされてて、いやそうだよね。でも X の方ですごいラジオですから、やっぱなかなかこうね、音だけですからね。いやそうですけど、難しいところあるかもしれないですけど、でもラジオの情報が和田さんがね、さすがやっぱり金哲彦さんと今日一緒に解説とゲストで、そうですね、はい、出てらっしゃいましたけど、さすが走ってたランナーというだけあって、ゲストというよりもう解説者みたいな立ち位置でしたよね。なんか違った視点でこう話してくれるというか、そう、はい、で僕本職俳優なんでっていうところずっと持ってるから、はい、もう適当なこと喋って間違っても別にいいやって思えてるんで、すごい楽です。なるほどね。好きなこと喋ってで大切なところは金さんお願いします。あーなるほど、やってるんで締めていただくっていうね、はいはい、まあでも本当に好きだから、本当ですよ。駅伝がマラソンが長距離が好きだからこそできてることだし、まあ、本当だから趣味が高じてこうなってるみたいなところあるんで、いやすごいですね。楽しいですよ。いや本当にその一大エンターテインメントでね、年をまず幕開けしたわけなんですけれども、ここからはちょっとこの100回というところから、まあ、遡りつつ皆様のそれぞれの箱根駅伝というものに対してもちょっとぜひお話を聞けたらなと思っておりまして、めくっていただいてもいいですか？ありがとうございます。この別に次の演目が始まるわけじゃないんですけどね、落語の次の落語家が出てくるみたいな感じで、はい、こちらでございます。はい、箱根駅伝のエピソードを、ね、ちょっとそれぞれお伺いしていこうかなと思っております。全く違う視点でそれぞれがあると思うんですけど、それぞれが走った区間のお話、その当時のお話、まあ、今のチームを見てどう思うか、いろんな角度があると思うんですが、和田さん、はい、その当時のこと、ご自身が走った9区のこととか、思い出すことってありますか？あります、あります。もうパッと出てくるものとかは、たまに今でもジョギングとかするんですけど、はい、ジョギングしながら、うんうん、当時の絵を思い出しながら今何キロ地点走ってますみたいな、
みたいな、このなんかイメトレみたいなやる必要ないんですけど、確かにイメトレみたいな感じでジョギングしたりとかしますよ、うん、あ、じゃあやっぱりフラッシュバックするんですね、うん、あとやっぱこうどうしてもこの時期になるとこう取材とかで確かにあの駅伝絡みのことが多かったりするんで、うん、まあ、過去のお話とかすることがあるんで、もしかしたらこの中で一番あの当時の駅伝の話してるかもしれないです。なるほど、はい、どうですか、なんかその中でよくされるお話というか忘れられない思い出とかってあったりするんですか。僕はね、あの大学3年生の箱根駅伝、はい、あの大学3年の時僕あの、まあ、実質チームの中で1万メートルのタイムが一番速かったのでエースだったんですね、うん、で、まあ、そこそこの区間を走る予定だったんですけど、ちょっと足を痛めちゃって、ただでもそれでもまあなんとか練習はできてたんで、まあ、満身創痍ながら出場できるだろうとは思ったんですけど、うんうん、まあ、そんな状態だからいかんせん不安な部分もあり、はい、年末の本当箱根駅伝前日、うん、まあ、年明けですよね、はい、前日に息ができなくなっちゃったんですよ。え、呼吸ができなくなった。元日に、元日に息ができない、息吸っても入ってこない、でも吐いても吐ききれない、でもずっと苦しい、で、はい、なんだこれと思って、で前日の練習調整練習やるんですけど、はい、まあ、一応設定タイム通り走れるけど、もう苦しくて苦しくて、わ、これなんか病気かもしれないと思って、なんかピンチですね急に、でこれ言わないと途中でね、はい、フラフラになっちゃって立ち止まったり、うん、最悪ね、たすきがつながらないみたいなことになったらチームに迷惑かけちゃうから、確かに監督に言おうか言わまいかみたいな、悩ましいですよね、うん、ただエースだったんで、はい、監督がでもどうしても走ってほしいって言われたら、もうよしと覚悟決めて行きますって言うつもりで、うん、きっとそう言ってくれるだろうと思って監督に伝えたら、はい、よし交代だ、でも即答されて即答、僕ねドラマでもやったことないぐらい膝から崩れ落ちて泣き崩れたんですよ本当にすごい、本当にもうね忘れもしない。それがだから3年生の時ですね、3年生ですね、だから2年4年で走られて、うんうん、そんな3年があったんですね。その時に4年生の先輩に抱きかかえられてこうベンチのとこ連れて行かれてね、はい、お前には来年があるんだからっていうふうに慰められたんですよ、うん、でその先、あの4年生の先輩はもうエントリーもされてない4年の先輩なんで、二度と箱根駅伝走る機会ないんですよ。そっか、そんな先輩がお前にはまだ来年があるんだからって言われたのがすごくなんか印象的で、で翌年の箱根駅伝も僕怪我ずっとしてて、ほう、もうこれ間に合わないかなってあったんですけど、そんな先輩の、ね、言葉を思い出して、うん、今年なんとか走んなきゃいけないぞと思って箱根一歩に合わせて、でなんとか最後の年箱根走れたっていう、9区を走れたという、はいはい、いやすごいエピソード、これもね何回も喋ってるからまあまあいい話になってきてるんですよね。いやすごい、もう完璧なね、そうそうそう、流れで、そう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 、でもなんかその原因不明ですよね。で結局ね、はい、あのメンタル、メンタル、メンタルから来る過呼吸だったんです。病院行っても何のあれもなくて、そう、そうなんだ、そこで本当に体って追い込んじゃダメだ、はい、メンタルからしっかりこう、ね、うん、自分でコントロールしてあのいい状態を作っていくということを、ね、そこで学びました。いまだに生きてますからね、それ役者としても。確かに緊張する場面でも楽しもうとか、うん、こういうふうにもうこの場所を存分に楽しんでやろう、もう周りの人なんて関係ないみたいなマインドでいけばなんか自然といいパフォーマンスができるようになったのはその時の経験が生きてるのかなっていうふうに思いますね。じゃあ今のその舞台とかそのドラマの中の本番前でも生きてくるっていう、もう楽しもうってなるでしょ。なります、はい、ね、そんな感じで。うわー、はい、貴重なエピソードありがとうございます、はい、ちょっと分かんないの悔しいななるほどね、そうなんだって、ね、走ってみたかった。そう、僕もその話聞いて。どうですか神野さんとかその緊張とかっていうのは、はい、まあやっぱりこう大学生って注目された中走るのって、まあ、初めての経験だったりするんで、うん、まあ、それこそじゃあ今回の100回でいうとやっぱ駒澤の選手はすごいしんどかったと思うんですよ、はい、そのプレッシャーかかって三冠三冠って言われて、まあ、周りももう一強だよねって言われた中で、うん、やっぱ結果を出す難しさっていうのはやっぱあると思ってて、で、まあ、僕の大学時代の、まあ、振り返りでちょっとそういうエピソード的な話をすると、まあ、僕は結構そのすごく活躍してきたって思われるんですけど、うん、大学1年生の時はまあ箱根駅でもメンバーにすらまあ入ってなくて、で、1年生の箱根駅伝は1区の付き添いをやらせてもらいました。で1区の付き添いすると、選手がだいたい4時ぐらいに朝練をします。
で、大手町の近くのホテルに泊まるんですけど、まあ、付き添いも一緒に泊まって、で朝4時から朝練で僕と原監督と、走る選手と、マネージャーと4人で集合して、で、まあ、当時怪我してたんで原監督がスタート地点まで歩こうって言って、まあ、2キロぐらいだったんですけど、うん、原監督と一緒に歩いてスタート地点行って、で、まあ、大体4時半とかぐらいでもう大手町のスタート地点は1列目はほぼ埋まってたんですよ。で、まあ、その光景を見て箱根駅伝ってやっぱすごいなっていうのも思いましたし、うん、原監督に、その時言われたのがこの景色を忘れんなと、来年はお前がエースになれって言われたんですよ。で、多分原監督は僕が付き添いだったから言ったわけじゃなくて、まあ、もしかしたら誰にでも言ってたかもしれないですけど、うんうん、当時の僕には結構それが響いて、で、まあ、翌年2区を走ることができたんで、まあ、しっかりその言葉通り、まあ、エースとして翌年は帰ってこれたっていうのはすごく僕の中では原監督とのエピソードで思い出には残ってますね。すごい、山の神が誕生する前の話ですね、はい、そうです、はい、だから2区を走ったタイミング、さらにその前ってことですもんね、はいはい、で、まあ、3年生の時は、山を走ることになって、うん、で実際走ることになったのは11月の末ぐらいに決まりました。でもう箱根駅伝まであと1ヶ月ちょっとっていうところ、うん、まあ、2年生の時も2区走ったんで、3年生ももう1年間神のは2区ですよっていうのを原監督がずっと言われてて、あら、で、まあ、11月末ぐらいに山登ることが決まって、まあ、いざこう、区間記録更新して、まあ、山の神って言われるようになって、まあ、いろんなメディア原監督と出た時に、はい、原監督が神のの山の才能はもう夏から見抜いてましたって言ってたんですけど、あれは本当に直前でしたよっていうのを今日皆さんにお伝えしたいです。裏話、はい、これ結構裏話です。すごい、こんな日本橋三越のど真ん中で裏話ありがとうございます、はい、なのでまあ明日とかも青学がたくさんテレビとか出ると思うんですけど、はい、多分若干持って原監督とは話してるかもしれないですでも今回ばかりは選手の力だよね、はい、まあそうなんですよ本当そうで、まあこれはあれかもしれないですけど、僕らが優勝してからは、はい、原監督があんまり練習には来なくなりました。そうなんですか、はい、でもなんか今の本当青学ってやっぱ選手主体でやっぱやってるんですよ。そうか、で今回も選手同士で多分いろいろ苦労したこともあったと思うんですよ。勝ちを期待された中で勝てなくてっていう中で、うん、やっぱ勝ち切ったっていうのはぜひこう選手を叩いていただきたいなというふうに思います、うん、まあ今日原監督もゴール後のインタビューでね、勝てた要因なんですかって言ったら、まあ、選手の自立ですって、まあ、おっしゃってましたからね。そうですね、やっぱすごい、やっぱり青山学院大学のその空気がそういうものをね、カルチャーというか作ってるっていうところですよね。でもなんかその遠山でって言われたのがそういうタイミングであの活躍になるっていうのもね、また面白いですよね。まあ多分本当に大学3年生の時はめちゃくちゃ調子が良かったんですよ、うん、はい、で練習もすごくできてて、アップで調子が良すぎて笑ったのは人生であの時だけです。なんだそれ、はい、そんぐらいやっぱ調子が良かったんですよ。あの時なんですか、あそこに写真があるんですけど、まさに、はい、ね、今写真展をやっていてこの会場の中でもたくさんの箱根駅伝の写真があるんですけど、まさに、はい、だってアップで調子良くて笑えるってすごい。ウォーミングアップってね、結構みんなね、これからレースとかナーバスになってるから、はい、笑う余裕なんてないんですけどね、はい、ほんとそんぐらい調子が良くて、スタートしてからもめちゃくちゃ調子良くて、まあ、あの記録生まれましたし、当時ワクワク大作戦っていう作戦名がついてて、はい、本当にあの作戦名通りのやっぱ走りを僕はできましたね。でも確かにあの時のね、映像を思い返して見てる我々がワクワクしたっていう、めちゃくちゃ記憶がありますけど、今年は負けてたまるか大作戦っていう作戦名で、うん、これ本当に多分選手のこう気持ちと、はい、あの作戦名がやっぱマッチしたと思うんですよ。やっぱりマッチしないと、うん、勝てないです。勝てないってことなんだね、はい、で僕らの時もワクワク大作戦は結構僕らも勝てるんじゃないみたいな、うん、ちょっと気持ち上がってたんで、うんうんうん、やっぱその作戦名とやっぱマッチしてたっていうのが、まあ、今回もすごく感じますね。それは面白いですね。僕箱根トークバトルの時に、はい、僕の代ですよ、青学の作戦名なんかマジンガー Z 大作戦でしたどうやってハマるんですかね、その作戦名。意味が不明ですよ確かにね、選手もどういう気持ちってなるよね。そうそう、世代じゃないし、うん、みたいな。なんかその時もなんか9区と10区に、はい、なんかチームのこうちょっと主力級が怪我でこう回るみたいな感じになってて、それがだから僕の前、うんうんうん、初優勝する前の年ですね、2014年、はい、なんですけど、で Z ってこうアルファベットで一番最後、あだから、まあ、なんか最後を
こう締めるぞみたいな感じの作戦名だったんですけど誰にも響いてなくて、はい、ふざけてるのかなと思っちゃった僕昔あの TBS のドラマで、はい、あの陸王って、はいね、ご覧になられた方もたくさんいらっしゃると思います。ニューイヤー駅伝のね、うん、あの実業団駅伝の題材のドラマに出てた時に、はい、原監督があの、うんなんて言うんですかあの、まあ、じゃあアドバイザーとして入ってくださってたんですよ、はいはい、そこで僕原さんと知り合ったんですけどその後の出雲駅伝の時に、うん、あの陸王大作戦って名前を付けたんですけどしかも全然曲違いますけどねフジテレビなんですよね出雲駅伝って全然関係ないところで陸王なんか言っちゃってあ見事に負けましたよね、はいはいはい、たまにちょっとねそういう外し方する時もあるんですよ原さん、ね、まあ、そんな原さんがちょっとね僕はお茶目で大好きなんですけどねそうですよ ね, もうねみんながそれ楽しみにしてるところですよね。そうそうそう作戦名とかねやっぱハマってないとダメです選手と、はい、たまになんか全日本とかで一回エビフライ大作戦とかやってた時あって、やってたね、名古屋だし、はい、名古屋だしっていうのでなるほどね全然ハマってなかったです、だからそういう時負けてたんで。なるほど、はい、これあのハマったら勝てるっていうのは原監督自身も自覚されてるんですかね。まあ、でも多分難しいですよその選手のこう気持ちも多分、うん、はい、やっぱどう汲み取るかっていうのもそうですし、はい、僕あの箱根以外の作戦名は大体適当なんじゃないかなって俺ちょっと思ってるんだけど、はいはい、一応あのメディアで求められるんですよね。そう求められるからもう仕方なくみたいな感じで急遽こう言うみたいな、ね、とっさにまたその振りかよみたいな感じもあるかもしれない、ね、エビフライとかマジンガーは多分急遽なんじゃねえかなってパッと思いついて、はいはいはい、頭の中にあったやつかもしれないですね、うん、すごい。どうですかあの YOSHIKI さんはちょっとそのマジンガー Z のこと思い出してくださいましたけど、この2人の後に僕エピソード話すんですか。でもごめんなさいそうやって台本には書いてあるもんでじゃあ、はい、そうですね。なんか東洋とかってでもすごいこう厳しいあの、うん、感じなんですよ。そうだから僕、はい、一応マネージャー主務だったんですけど、はい、なんかそのマネージャーの中の問題児って言われてて、じゃあやらかした話とかでもいいですか。ずっとそういうキャラクターなんですか YOSHIKI さん。いや一応あの、はい、今 YouTube でも結構こうおちゃらけたなんか芸人キャラみたいな感じなんですけど、一応大学時代もなんかそんな感じで、あ、はい、でただやっぱ東洋大学って、うん、あのまあ、厳しい規則正しく生活して、そうですよね、でそのマネージャーはミスは絶対許されないですよ、うんうんうん、でやっぱり箱根近づいてくると、まあ、箱根の合宿とかあるんですけども、その中でやっぱマネージャーは絶対こうミスを許されない中で、僕あの選手に渡す給水を忘れてしまって、それ一番大事なやつじゃないですか。あの合宿ですよ、あの箱根前の合宿で、合宿でね、合宿でレースじゃなくて、はい、でその給水が、一応何を渡すかというとバイオ茶っていう、まあ、なんかこうスポーツ選手が飲む用のお茶があるんですよ。バイ…難しいですね、バイオ茶知らないですか。バイオ茶、ごめんなさい、バイオ茶知ってるっていう皆さんいらっしゃる、あ、やっぱ一部走ったやつとかいるけど、湘南の神が来たんですよね、あの辺は皆さんの仲間とかいるけど、はい、で知らないですよね。バイオ茶があるんですけども、はい、でその給水ボトル透明で、その中にはバイオ茶入れて、はい、なんかお茶みたいな色になるんですけども、はい、まあ、茶色ですか。はい、茶色です。茶色っぽい茶色、はい、はい、で、まあ、給水ボトルだけ持って、うん、バイオ茶忘れてきちゃったみたいな。なるほど。うわやばいみたいな。ここまで合宿の準備とか段取りとか趣味として完璧にこなしてきたのに、うん、給水忘れたってなって、最後の最後だ、うわどうしよう、これ監督に怒られたくないし、うん、で坂井監督に当時、僕、今回ニューイヤー駅伝ゴールテープ切った服部ユーマの、はい、専属の付き添いをやってたんですけども、うんうんうん、ユーマにも監督にもこうなんかこうミスの姿を見せたくないと思った時に、はい、どうしようってなった時に、はい、これ皆さんここだけの秘密ですよ。ここだけですよ皆さん。自販機で多いお茶買ってきたんですよえ、しかも緑色じゃないそれ。多いお茶とバイオ茶の味全然違いますよ。そう、はい、でもとりあえずお茶だと思って、はい、で、透明の給水ボトル入れたら、はい、バイオ茶の3倍ぐらい濃い色になったんですよ。そうですよね確かにやばい、やべえと思いながらも、まあ、とりあえずこう何食わぬ顔で、はい、まあ、練習が始まって、はい、で、ユーマにこうやってこう給水渡したり、で、たまに監督もちょっと覗かれたからそれくれみたいな。監督もバイオ茶飲むんだ、はい、こう飲んだりとかするんですよ、はい、で、そうなった時にうわやべもう終わったって思ったんですけど、監督こう飲んだんですよ、はい、したら一言、今日のバイオ茶うめえなって言いました
や、バイオ茶ってなんか緑茶みたいな色なんですよ、はい、で味もちょっと緑茶に近い、うんうん、でまあ多いお茶と緑茶の味って全然違うじゃないですか、ね、うん、ほんとそんなイメージです、うん、でバイオ茶ってさ、やっぱその長距離選手が給水とかで取るなんか吸収しやすいお茶として開発されてるみたいなとこあるじゃない、はい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 、ちょっと高いじゃない、はい、高いっす、ね、緑茶でよくない、緑茶でいいっすね、はい、ねえ、だからあの茶葉増やしときましたって言って何とかごまかせたっていう、はい、高いし、でこれがもしあの監督から電話かかってきて怒られたら、ここにいる誰かが言ったってことです、はい、これは言えってことですからね、皆さん、皆さん、リーク今すぐ X でツイートしてください、やめてください、本当に多いお茶を飲んで、はい、今日のうまいなって言ったってことね、っていう、まあ、ちょっとあの感動的なエピソードじゃなくて申し訳ないですけど、いや趣味ならではとか、趣味かける YOSHIKI さんならではのエピソードね、いや、もうめちゃくちゃヒヤヒヤしたっていう、ただあのバイオ茶っていうことで、タコさんめちゃくちゃツボ入ってましたけど、懐かしくなりましたか、バイオ茶で何分話すんだっていう ねすみません、マニアックな話になっちゃって、現役を退いて結構何年か経つ側は結構久しぶりのネーミングで、そうですよね、バイオ茶で、バイオ茶っていうものがあるんだって、家帰ったら調べてみてください、バイオ茶、美味しいですよ、ごめんなさい、あの YOSHIKI がですね、はい、実は私の福島の高校の後輩なんですよ、そうですよね、一つ下の世代で高校の先輩後輩、はい、そうです、はい、その YOSHIKI がですね、三越の本店でここまでバイオ茶の話をするとは思わなくて先輩すいません、ツボに入っちゃいましたいや、めちゃくちゃ嬉しいです、本当に、でもこのお二人のタゴさんと YOSHIKI 君の高校っていうところでいくと、さらに上が、はい、柏原隆二先輩、そう、柏原隆二さんっていうね、一つ上がですね、駒澤大学の格上げ先輩、はい、だもう福島県で有名な高校なんですよね、いやでもやっぱこういう、なんかこういう見た目って言ったら失礼なんですけど、はい、あの柏原先輩ってやっぱすごく真面目で、はい、やっぱこう後輩に怒るときは厳しく怒る、うん、だすごい厳しく怒られたんですよね、あ、僕も、はい、厳しくさせていただいて、はい、もう頭上がらないんですけども、はい、唯一田子先輩だけ柏原隆二先輩に逆らえるっていう、あら、そんなストロングポイントすごいですね、はい、山のギャル男って言われてましたね、山のギャル男、山下りのギャル男、ね、学生時代はチャラチャラしてましてね、やることやればいいじゃないですかって、ね、柏原先輩にね、生意気な時代もありましたね、タコさんどうですか、そういう意味だと ロックを2回走ってる中で、そうですね、ちょっと真面目な話をさせていただくと、はい、噛みついた話以外でじゃあ、はい、エピソードで言うとですね、はい、まあ、レース前のルーティーンじゃないですけど、私2回山下りを経験させていただいたんですけど、うん、スタート朝8時なんですね、うんうん、そうですね、今日もそうでした、まあ、選手寄りきりだとは思うんですけど、脳と筋肉が完全に起き上がるのが当時5時間6時間ぐらいかかるというふうに言われてたので、まあ、前日7時ぐらいには就寝をして、うん、箱根の旅館で、まあ、夜中の2時ぐらいに起きて、そこから睡魔と戦い、寒い外をこうウォーキングしたりだとかして、体も脳もしっかりと整えた状態でレースに臨むというのがルーティンだったので、これは一般の方はなかなかわからない情報なのかなと思って、確かに今日のね8時の箱根駅伝に向けて今日朝から見たという方もいると思いますけど、虹起きしているとはちょっと思わなかったですね、私だけかもしれないですけど特殊かもしれないけど、でも確かにそれぞれの区間によって準備が違いますもんね、そうですね、思い出したわけですね、今日見てそれを、そうですね、懐かしいですね、どうですか、その準備というか、なんか記憶に残ってるもの、神谷さん、なんかありますか、僕、5区なんで、うん、5区だと3区のスタートぐらいまでは普通にホテルで寝転がってます、はい、結構ギリギリ、まあ、2時間はあるんで、はい、3区、4区で1時間以上かかるんで、うん、もうあのスタートの近くのところのホテル、あ、そうです、小田原に泊まってたんで、ね、小田原のその中継所まではもう本当あの歩いても行けるような、まあ、レースをね朝ずっと見ながら、うん、まあ、待ってる状況だよね、はいはい、だからもう、僕の時も1区で久保田選手が、まあ、いい位置で来て、うん、おーって言いながらまだ寝てます、普通にベッドで、あ、もちろん朝寝は1回してますよ、朝寝1回して、あ、まあ、ご飯とか食べて、まあ、ホテル食べてで、まあ、ちょっともう1回こうくつろいで、へー、で、まあ、向かうっていう感じですね、はい、そんだけリラックスタイムが、はい、和田さん9区ってどうだったんですか、9区は僕の時は戸塚ですよね、スタート地点が、うん、朝普通に起きて朝練習して、
あのもう本当に同じようにご飯食べて、である時間が来たら寮からあの車で出発して戸塚まで。寮からだったんですか？寮からなんですよ。でもね、本当に高速使ったら世田谷からって、割とあの第三京浜使えば結構すぐなんで、1時間かかんないぐらいで、そういうタイミングで移動してたんですか？行けて、でもう向こうであとは待機してウォーミングアップみたいな。へえ、YOSHIKI さんはどうですか、出走前の思い出とかありますか？そうですね、今全く同じ感じです。あの言うことねえなって思いながら今聞いてました。大学によって青学だと1区、2区、3区、4区、5区ってみんな違うとこ泊まるんですよ。はいはいはい。でも大学によっては、例えば1、2区は同じホテル、3、4区は同じホテルとか。確かに東洋一緒ですよね。確かは1、2区、3、4ってなってて、確かにあの、あそこのキャンパスの周りってさ、めっちゃ朝混むじゃん、道が。だからやっぱちょっとね、泊まったりとかしないと大変かもしれないね。とんでもない裏話と割とどうでもいい方向になりましたので、ちょっと次のコンテンツ伝えてお願いします。あの箱根駅伝のそれぞれのエピソードでまさかこんなねお話まで飛び出てくるとは思わなかったんですけども、次のというかまあほぼ最後のちょっと催しに行きたいと思いますので、田子さんちょっとめくりお願いしてもよろしいでしょうか。それぞれのねエピソードからまさかバイオ茶という謎のお茶まで出てくるとはちょっと思いませんでしたけれども、今日バイオ茶売れるんじゃないですかね。買える多分ネットでは買えるんですよ。売ってるんですかバイオ茶？売ってるんですか？多分ここの中にも市民ランナーの方とかも多いと思うんで、いらっしゃると思うんで、はい、もう多分明日にはそこら辺の化粧品のところにバイオ茶、はい、取り扱い？三越、取り扱い、三越さんがバイオ茶を取り扱う。そしたらちょっと僕らなんかあれ欲しいですね。そうですね、はい、あのありがとうございましたと、はい、バイオ茶おすすめコメントとかちょっと入れてください、はいはい、お願いします。バイオちゃん一旦置いときまして、最後のねコンテンツちょっと行こうと思うんですが、プレゼントそして質問コーナーをお届けしていきたいと思います。ありがとうございます。今日はですね、ゲストお三方にそれぞれ素敵なプレゼントをご用意いただきまして、今あの田子さんの目の前にボックスがあるんです。今回はですね、あまりにも素敵なゲストをちょっとたくさんのお客様がいらっしゃる中、ちょっと大変恐縮なんですけれども、あのお席についていただいている方には番号が配られているんですよね。それぞれ皆さんの番号持ってますか？大丈夫ですか？それがこのくじの中に入ってますので、それぞれ引いていただきまして、当たった番号をちょっと教えていただいて、でプレゼントを贈呈させていただきたいなと思います。でその上でプレゼント当たった方から何かご質問があればぜひね、あのこういうのどうですかっていうのをゲストの方々に聞いていただきたいと思っております。じゃあ早速なんですが、プレゼントをそれぞれねちょっとお持ちいただきました。まずは、YOSHIKI さんは、はい、ご用意いただいたのが、あ、これ僕のサインなんですけど。いやもう素晴らしいです。欲しい人いるんですかね、大丈夫ですかね、はい、一応あの今年、あ、じゃあ去年10万人行ってるんで。素晴らしい、はい、盾も届いているという、はい、そして、はい、神野さん、あ、僕はあの10月にあの書籍を出しまして、うん、神の山の神神のライトのランニングバイブルということで、はい、出させてもらいました。青学時代からずっとこうトレーニングとか、うん、あの走ること以外にもすごく時間をかけてきた、あの自負してまして、それで強くなったっていうのがあるんで、本当ここに強さの僕が成長できた理由が詰まってる本になりますんで、本に青学がなぜ強いのかっていうのもこれを見ればわかるかなと思いますので、ぜひ皆さん、あの今日当たんなかった人は Amazon でご購入お願いします、はい、よろしくお願いします。もうすでにね持ってるという方もいらっしゃいますよね、本を。 ありがとうございます。いやいや買ってる方もそして和田さんも、はい、僕もこうサイン色紙でこれを手にするとあの足が速くなるっていう魔法の色紙になってます。素晴らしい魔法をかけていただきありがとうございます。あ、さっきペン持ってきていただいたんで、当たった方 の、 あのお名前もあの書かせていただきますので、はい、素晴らしい、ありがとうございま す、 います。じゃあ早速なんですが、それぞれ一人ずつ、ね、引いていただきたいと思います。じゃあまず和田さんから、はい、あの引いていただいて番号をお願いします。何番なんでしょうか。さて、ドン、15番。15番の方、15番の方いらっしゃいますか。15番の方、あれ、あ、15番、じゃあ、お母さんの、お母さんよかったらの前の方まで。お母さん、お名前は前の方まで、じゃあお願いします。すいません、あの急にね、ステージの前まで、ね、びっくりしますよね。いや、でもおめでとうございます。お名前はなんて、
吉江と申します。吉江さん、吉江さんってどうやって書くんだろう。吉江さんは漢字は淑女の淑に江戸の江。ちょっと漢字がわからないんで、あのひらがなでもいいでしょう。後ほど、はい、後ほどじゃあちょっと、ね、書いてお渡しするみたいな形でもよろしいですか。はい、ありがとうございます。すいませんね。吉江さん、なんかご質問とかあったりしますか。皆さん の, あの足のすねが細いのにはびっくり、棒みたいな、ね、ちょっと細いすねにはびっくりされたということで、私も結構ダボダボの履いてるんですけど、むくみを取る方法を教えてもらいたい足のむくみ取る方法を教えていただければどうですか。あ、足のむくみを取る方法、神野さんどうですか。足のむくみを取る方法、僕あります。足のむくみ取る方法は、はい、温冷浴です。温冷浴、はい、で上半身浴びるとちょっと寒くてびっくりしちゃったりしますけど、下半身ぐらいだったら大丈夫です。なのでお風呂入ってもらった後に少し水でシャワー、こう水シャワーで足かけて、またお風呂あったかいの入って、また水シャワーで足かけると、これむくみ取れます。おお、はい、これ僕もやってますね。はい、やります、やります。みんなむくみを、ああ、はい、温冷浴やります。意識高い系男子だねいやいやいや、最近までフルマラソンこう頑張ってて。そうですよね、試合向けてよくやってました。吉井さん、すみません、僕が何にも答えられなくて、はい、すみません。温冷交代浴、むくむってことは血流が悪くなってるんで、温冷交代浴すると血流が促進されるんで、これでも、はい、皆さんにね、もう共通して使えるメソッドですね。そうですね、ありがとうございます、はい、皆さん、じゃあ今日の晩はお風呂で温冷交代浴よろしくお願いします。じゃあ続いて神野選手の、はい、プレゼントを贈呈したいと思います。ひらがなでもいいかな、ね、吉江さん、ひらがなでいいですか。吉江さん、17番。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあおめでとうございます。神野選手のサイン入りのランニングブック、ありがとうございます。どうですか、ご質問何かありますか。あ、いや、はい、どうしたらですね、速くなれるのか、もう一回教えてください。ランニングをやられてるんですか。いや、これからやろうと思ってます。あ、素晴らしい、いいですね。その上で、ありがとうございます。これランニングのすごくいいところっていうのは、自分自身の努力で必ず上がれます、はい、おっていうのを僕も中学校の時陸上やり始めて、最初全然速くなかったんですよ。でも自分なりに努力したら前の自分よりも少し速くなって、でまた努力したら前の自分よりも少し速くなってっていうのがこの陸上のいいところ で、まあ市民ランナーの方もたくさんいらっしゃると思いますけど、おそらく多分仕事とかでもある程度こう評価をされて、まあいいポジションにこう行ったりとかしていくと思うんですけど、でなかなかこう刺激がなくなってくると思うんですよ。そうですね、こう努力するものってなくなってくるんですけど、ランニングに関しては今からでも、自分が例えば走り始めてフルマラソン挑戦するって言ったら、最初1キロしか走れなくても練習したら必ず42キロ走れるし、フルマラソンもじゃあ最初7時間でしか走れなかったけど5時間で走れたりするんですよ、はい、でそれがやっぱやりがいで、もう人生のこう豊かさというか幸福度を上げていくと思うんで、はい、本当自分なりの努力で積み重ねていくっていうことが速くなる秘訣かなと思います。はい、ありがとうございます。でもまさに今の考え方とかそういうところも本に、そうですね、はい、全て詰まっております。詰まっております。交代欲も詰まっております。詰まっております、はい、あれ読むと足のむくみも取れるという。むくみ取れます。あ、なるほど、はい、つまり綺麗にもなれる。そうですね、うん、はい、お買い得ですね、はい、あれ1900円ですから。しかもすごい読みやすいですよね。そうですね、写真とか図がたくさんついていて、はい、本当に読みやすいので、はい、内側にサイン入ってますよ。タコさんが今説明しに行ってくれます。ありがとうございます。それでは、ヨシキさんにも引いていただきたいと思います。はい。30番。お、30番の方、いらっしゃいますか。なんか札の持ち方ちょっとチャラいんだよね。すいません。もうなんかホストにも見えてくるもんね。やめてください。それはあれです。タコ先輩の中央いらっしゃいましたよ、はい、あ、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。よければちょっと前に出てきていただきまして、吉木さんから、すいません、 YouTube チャンネル登録お願いしますはい、番号はお預かりしたいと思います。あと袋も、あ、はい、三越の袋です、はい、まあそれは説明不要ですけれどもおめでとうございます。ちょっとよければですね、皆さんにちょっと今日の感想とか質問とか何かありますか。素晴らしいお話をね、いろいろ本当にありがとうございました。
あの皆さんの若々しさをいただいて、ちょっともうちょっと、はい、しっかり元気に長生きしたいと思います。ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。でもそういうね刺激に今日のトークショーがなってたらね本当に素晴らしいなと思うんですけれども、うん、ねお時間としてはですねまだ少しあるんでちょっと会場の中でこれ質問してみたいなっていう方とか、まあ、上の方だと叫ばなきゃいけなくなっちゃうんであれですけどどれだか聞いてみたいこととかある方じゃあ一番早かったんでこちらのセーター着てるお父さんにあ、わかりました。はい、じゃあお父さんご質問お願いします。ゲストの皆さんにお伺いしたいんですけどもご自身の出身校以外で監督のオファーがあったらというかどちらの学校を監督してみたいなと教えてください。高校ですか？すごい。大学で大学ご出身大学以外で監督をやりたい大学、はい、和田さんどうします？ご自身の大学以外ですね。僕は日本大学ね日大出身なので、はいそうだなだから既存の、ま、だもうガンガン活躍してるところなのかそれともここから立ち上げていくのかっていうところもありますからね難しいちょっと待ってくださいめちゃくちゃ真剣に考えちゃいますもんねでもね、お世話になってる、はい、実業団日大卒業してから NEC っていう陸上今廃部になっちゃったんですけどそこの実業団時代のコーチが今帝京大学の中野さんが、うん、僕の、まあ、ある種の恩師なんですけれども今日もシード取りましたね。はいねすごかったね、はい、僕中野さんの指導ってとても好きで、うんうん、1年生よりも2年生2年生よりも3年生3年生よりも4年生4年生を必ず強くするっていうね、うんうん、もうなんか人間教育ができるああいう指導ってとても好きなので僕は帝京大学とかやってみたいかなおーすごい面白いご質問ですね。面白い質問です ね、うん、初めての質問ね。神野さんどうですか？これねすごい難しいですけど、うんまあ、僕はなんかやっぱり青学を倒したいなって思うんですよ。あで、まあ、いいですね。これはオファーが来る来ないとか本当関係なしでですよね、はいはい、そうです。やっぱ優勝するためにはやっぱりこうある程度大学の知名度とかもやっぱ必要なんですよ、はいうん、僕は狙ってるところに2大学あります。狙ってんの？もう考えてた。狙ってたか、まあ、考えてた。ちょっとこう、うん、ここら辺に、ねはい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 、オファーないかなって思ってる大学2つありまして、うんうん、1つ目は慶応。おお、なるほど。まあ、一応箱根も予選会とか出てるんですけど、そうですね。まあ、少しずつ力入れてきてる大学です、うん、あともう1つは上智大学。おー、はい、なるほど。まあ、上智はでもちょっとこう女の子が多い大学なんで女性が多い大学なんでうん、うん、ちょっとまあ難しいかもしれないですけ ど、この2つで監督やらせてもらったら10年で優勝できると思います。すごい、 すごい。まあ確かに大学のブランドもありますから ね一番パワーが、ね、なる確率が高いですもんね。だってこれから現役引退してどうなるか一番可能性がありますね。ありますね、はい、もしかしたら今日のこの日の言葉が本当に未来に起きえなくはないというかね、そしたら面白いな。発言ですけど実はそこら辺でこうね掃除をしてるおじさんが慶応の理事長だったみたいなでこのドラマの校長がやるやつね。あるかもしれないからね。あるよそれ、はい、映画あるある、ね、学校の入り口で掃除してるのが校長だったっていうパターンですね。じゃあ吉木さんどうですか？そうですね、僕は早稲田ですね、はい、おなぜ、はい、シンプルに絶対モテるモテるから。いやなんかちょっとみんな、はいちょっとなんか不思だらな。でも吉木さんの一気通貫した思いというか、はい、一番モテそうだからそこ。そうですね、はい、もうそれだけです、はい、これ以上は掘っても何も出ません。 OK じゃあ次の質問いきましょう、はい、最後のねご質問ちょっとねしたいとお伺いしたいと思います。でも最後にご質問。青学もモテますよ、まあ、確かにな。いやそりゃそうですよ。そうじゃなくてもう皆さん箱根駅伝終わったばっかりなのにねこんな話してね。本当ねすいません。すいませんじゃあお願いします。はい、未来を担う男の子に立っていただいて質問いただきたいと思います。はい、質問お願いします。うん、走っててお父さんとかお母さんの声って聞こえるんですか？はあ、応援でね沿道でお父さんとお母さんの声とかありますか？皆さんって沿道で見てる時って声かけます？選手にどうでしたか？皆さん、あ、声かけてる頑張れとか前あとちょっとだよとか。ね、
沿道の皆さんの声ってほぼほぼわーとかキャーにしか聞こえないんですよ。おー、なるほどね。だから僕友達、大学の友達も見に来てて、はい、めっちゃ名前言って声かけたって言ってるんですけど全然知らなかったんです。届かないんだ。ただ親の声だけはね聞こえるんですよ。あら、聞こえるって不思議なもんで、いい話。親の声だけは絶対届いて、どこにいるかも絶対分かるの。すごい。じゃあ和田さんも現役の時に分かる。あとね、親ってね声が届きやすい場所をよく分かってんですよね。へえ。あの絶対信号のところとかって人の流れが切れるじゃないですか。切れた角とかにいるんですよ。へえ、面白い。そうそう、あの横断歩道とかそこだとあのいきなりパッと現れずに人の波が切れて角にいるから見やすいの、こっち走ってて。すごい。だから上手なところにいるからね、すぐ届いてくる。親の声はね聞こえますよ。わあ、すごい。どうですか、そういう意味だとその経験和田さんはあるというご回答でしたけど、はい、神野さんは全く同じです。あら、はい、だから今ここのいる皆さんが一斉に僕に応援してくださいって叫んでもらったら、一回ちょっとみんなやってみましょうか。それぞれの、それぞれの、じゃあ今お三方が走ってるってことにしましょう、はい、ちょっと向こう側に頑張って走ってます、はい、走ってます。皆さんせーのでいきますよ、応援お願いします。応援の人から行ってみてください。行きました、来ました、せーの。わかんないでしょ。わかんない、わかんない。で、じゃあ、ここの方が、なんて言いましたかって言われても、さすがにわかんないですよ。わかんないね、わかんないですよね。本当に箱根に関しては、うん、まあ一重じゃなくて、30、40、50、60、今日十何十ぐらいのところもありましたから。すごい、もう、そんな一斉にやっぱ言われたら、聞こえないんですけど、はい、両親の声だけは、そんな中でも、スーってこう入ってきます。すごい。え、なんて言われたかとか覚えてますか。あ、まあ第一とか、うん、だから マラソンとかでもあの反対車線を走ってても両親の声は分かります。分かる。すごい、はい、不思議ですね。あの大学名で応援してあげるのももちろんいいんですけれども、うん、名前言ってあげるとね、選手って意外とね、うん、あ、俺ってなる時ってあるんですよ。そうか。で、下の名前までつけると、はい、だから神の、はい、神の大地とか、はい、大地とか言ってあげると意外とあれ関係者みたいな感じで、うんうん、ちょっと反応しやすかったりもするんで、うん、おコンとやってみて。確かに。じゃあ、はい、ちょうど1年後は、うん、皆さん選手を下の名前でね、うん、ぜひ応援していただいて、うん、でも吉木さんもそういう意味でフルマラソンよく走ったりしてますけど、そうですね、お父さんお母さんに応援されてしてもらったっていうのことは、はい、そうですね。なんかお父さんお母さん応援来たことないんで、ないんかい。ないんであれなんですけど、いやでも、うん、あの逆に、うん、僕マネージャーやってたんで、はい、その選手にどうやったらこう声が届くかっていうことを、うん、やっぱり考えるというか、こう感覚を掴んでいくんですよ。ほうほうほう。やっぱあんだけ人いてもどうやったらこう伝わるだろうかってなった時に、やっぱり先ほど和田さん言ったように信号の切れ目とか、うん、角に立つとやっぱその届きやすいですよね。なるほどね。なんでこう応援してる方、その下の名前を呼ぶ&信号の角とかその角を見つけて途切れる選手に、はい、声をかけると届きやすいです、うん、なかなかこうね、その人がね先に陣取って角とか行きづらいんで、そうですね、で例えばもう行きたいときはあのこれから孫が来るんですって嘘ついていけば、はい、大体みんなこう通してくれますか。ああどうぞどうぞどうぞつってだったらねっつって。そう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 。あとでも両親って、うん、はい、あのいざ多分自分の息子さんとかが、うん、あのいざ走ります、はい、じゃあ青山学院大学の5区を走りますってなったら、そうか、どう思います。こうわーってあんま応援ってできないですよ、正直。その感情が一緒なんですよ。もし自分の息子が失敗して、うん、青学の優勝を止めちゃったらどうしようってなるんですよ。なんかあったら、はい、うん、だからあの大学3年生の時は、はい、僕は、山を登ったところの頂点に両親がいて、うんうんうん、でまあお兄ちゃんお、あ、兄、お父さん、お母さんみたいな等間隔ぐらいでこういたんですけど、お母さんだけは声も発さずに泣いてました。あ、はい、もう泣いてたんですね。お母さんはね、はい、みんな、なんかそんな感じで、ね、声も出してます。お兄ちゃんとか、うん、大地行けみたいな感じだったんですけど、うん、はい、母親はもう泣いてました。じゃあ走ってきた時にその神野さんはもうその、あ、泣いてるっていうのが分かって泣いてるっていうのをあの横目で分かりました。すごい、はい、感動しそうですね。どうですか、あの今のご質問で。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ご質問ありがとうございました。大きくなって箱根目指そうね。とんでもない未来をね、ありがとうございます、でも本当にそうやってね生まれるかも分かりませんから。いやでも本当に今回このそれぞれの節目ということでスペシャルトークショーを行ってきましたけれども、はい、お時間が、はい、来てしまいました。皆さんトークショーいかがでしたでしょうか。
ありがとうございます、ありがとうございます、ここでしか聞けないお話、皆様ありがとうございました。ちょっと最後にあの皆さんにお立ちいただきまして、最後ね一言ずつちょっと今日の感想なんかもお伺いしていこうと思うんですけれども最後に、ね、ここにいらっしゃる皆様に何かお知らせとかがあればと思うんです。今日の感想ぜひ和田さんいかがでしたか今日。いや本当に楽しかったです、うん、新年早々ねこれだけの皆様の前でねお話しすることもなかなかなかったので、はい、なんか今年はいい年のスタートだなって思いました、うん、特にちょっとごめんなさい、僕まだ発表できるタイミングのものがなくて、ただ主演の映画があるっていう、主演の映画も多分ねこれまだね発表できないんですよ。あでもホームページも上がってましたよ、うん、これでももう公開し終わってるやつですね、オレンジランプ、はい、なんで、はい、まあもろもろあるんでその都度調べてみてくださいぜひ和田雅人、ま、発表できないのがあるんですよ、ね、そんなタイミングで。でも今年のいろんな発信ご活躍、はいはい、いろいろと、まあ、俳優活動しつつ、うん、あと、ね、年末に近づいてくるとまたね駅伝の仕事なんかもいろいろやったりとかしますんで、はい、まあ、引き続きなんか、まあ、陸上界も、まあ、周りからね盛り上げていこうかなっていうふうに思ってますんで、うん、引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。俳優和田雅人さんでした。そして神野さん、はい、今日、昨日今日と、青学母校の、選手たちの走りに、僕も感動しましたし、まあ、原監督が、まあ、よく言う言葉で寮に貼ってある言葉なんですけど、はい、人間の、力には大きな差はないと、あるとしたら熱意の差だっていうのがこう寮のトイレとかに貼ってあるんですよ。なるほど。でこう今回の青学の選手たちはやっぱりそれすごく感じました。こう勝ちへの執念とやっぱ捨てなかったなって、捨てなければやっぱりこう勝つことってできるんだなっていうのを後輩たちから学んだんで、うん、僕も今まだ現役として活動してるんで、この力をもらってまだ引き続き頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんまた応援してください。本日はありがとうございました。神野大地さんありがとうございます。そして TKT チャンネル YOSHIKI さん、はい、こんな感動する話聞いた後に申し訳ないですけど、はい、バイオちゃんの話してすみませんでした。なんで謝んなくて。あとちょっと宣伝なんですけども、はい、お願いします。本当に僕 YouTube やってまして、 TKD プロジェクトで箱根の動画とか箱根の裏話とかも、うん、神野くんが話してたような内容とかも本当ちょうど昨日とかも動画上げましたので、暇な方ちょっと箱根に興味ある方は、ね、ぜひとも検索よろしくお願いいたします。TKD、はい、アルファベットで検索してください皆さん、はい、TKD チャンネルよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ぜひねちょっとバイオ茶の話も、あそうですね動画作ります。あ楽しみにしております、はい、バイオ茶レビューっつって、どっちがバイオ茶か、はい、ちょっといいかもしれないですね、はい、めちゃくちゃ2に受けそうなコンテンツですね。まだバイオ茶引っ張るかって思ってるんで、すいません、はい、ありがとうございますすいません。そして三越のタコさん今日いかがでしたか。はい、まさかこんなに多くのお客様にお越しいただけるとは思いませんでした、うん、本当に皆様ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、2016年に三越で働かせていただいてからこういったことができないかという構想を練っていて、この節目で、無事開催できたこと本当に感謝、うん、申し上げたいと思います。三越は、350周年を迎えまして、はい、351年目以降もですね、このような形で皆様にお喜びいただけるのは物やことを、提供し続けていきたいと考えております。今日初めて三越に来られた方いますか。ありがとうございま す、ね、ほとんどの方がもう来ていただいているという方で、引き続きですね、うん、ご愛顧いただきまして、この箱根駅伝のイベントもですね可能な限り来年以降も続けていきたいと考えております。あ楽しみです。引き続き、三越と箱根駅伝を、どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。そしてねこの今柱のところにごめんなさい。そしてですね、私の所属がです、本館5階の家具インテリアフロアになります。あ、はい。アイウェアの、担当もしておりまして、はい、この12月にリニューアルオープンしました。おお。ぜひこの後お時間あれば、5階の家具インテリア、そして7階の日本の工芸職人が集う匠の技店もですね、ぜひお立ち寄りいただきたいと思っております。告知が流暢。はい、申し訳ございません。もれなく神野大地くんが接客してくださいますんで。そんなことあるの。じゃあ行こうかしら。すいません、嘘つきました、はい、すいません。はい、担当フロア以外もですね、本当に魅力的なフロアが、たくさん三越にありますので、ぜひお買い物をお楽しみいただければなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。以上をもちまして箱根駅伝100回、そして三越創業350周年スペシャルトークショー終了とさせていただきたいと思います。皆様引き続き
日本橋三越でのお買い物をお楽しみくださいませ。本日はご来場いただきありがとうございました。ありがとうございました。それではゲストの皆さん、どうぞご登壇ください。ありがとうございました。